はい、それでは JDLA、G 検定の模試をいっぱい解くぞという動画ですけども、第3回になりました。よろしくお願いします。あと本番まで5日というところなので、皆さんももう、大体仕上がってきているとは思うんですけれども、続き、まだ全然60問ぐらいまでしかいけてないですが、進めていきたいと思います。動画の内容だったりとか、注意事項だったりとか、そうですね、すでにやったところは基本的には飛ばしていきたいので、できるだけ1対1回から順番に見ていただきたいと思います。はい、前回ちょっとなんかダラダラと喋って遅かったので、割とキビキビいきたいんですけど、そんな感じでいきたいと思います。じゃあまずこの問題からいきたいと思います。生成モデルは、訓練データからそのデータの特徴を学習し、類似したデータを作成する、生成することができるモデルである。ディープニューラルネットの生成モデル、ジェネレーティブモデルの例として、自己符号化機の潜在変数に確率変数を導入したやつ。これは、なんて言うんでしょうね、より詳しくっていうよりか、その第1回で確か言ってるんですけど、生成モデルは2つしか出なくて、VAE と GAN しか出ないですよっていう話をしましたよね。これはこっちから追ってもいいんですけど、そもそも選択肢の中にジェネレーティブモデルっていうのはこの VAE だけしかないので、それで、こういう問題は本当に0.5秒ぐらい解いた方がいいと思いますので、こういう感じでいったらいいんだと思うんですけど、詳しい話は確か1回にしたんですけど、自己符号化機っていうのはオートエンコーダーですね。オートエンコーダーのその隠れ層の部分に、潜在変数の確率分布を、これがなんかあれですね、ガウス分布にその従うように近似した形でモデルを推計することによってちゃんと計算ができるようにするみたいな、そういうトリックを使っているんでした。で、なので、その VAE 変分オートエンコーダーについてはそちらを見てください。割とそんなにすぐ、毎回は喋らないです。で、CAE っていうのは、多分調べても出ないと思うんで、これはフェイクですね。で、DAE は実は出てきて、デノイズングオートエンコーダーですね。オートエンコーダーにノイズを加えて強くするやつです。で、CNN は、あれです。コンボリューショナルニューラルネットワークですね。5日前の皆さんには少し簡単な問題かもしれません。じゃあ次の問題です。生成モデルと、さっき続きですか。で、導入した VAE や、これですね、訓練データと生成器が生成したデータを、訓練データが本物ですね。で、生成器が生成したデータっていうのは偽物なので、それを、ディスクリミネートする、識別するやつが、その、いたちごっこするってやつですね。これがだからもう一個の方で、ギャンですね。ギャンです。ガンって呼ぶ人もいます。これはジェネレーティブ・アドバーサリアル・ネットワークです。こっちの方が人気なのかな。なんか最近論文出た気もしますけど、VAE 側の方も。はい、上から見ると DQN。これはディープ Q ネットワークってやつで、Q 学習をそのディープにしましたっていう、これは強化学習の手法ですね。強化学習とかジェネレーティブモデルって、その中身を議論するのって結構むずくて、なので、多分 G 検レベルだと中身についてはそこまで聞かれないと思いますので、名前だけ知っておいたらいいと思います。生成モデルはギアンと VAE。強化学習は DQN みたいな感じですね。これは DBN っていうのはディープブリーフネットワークで、深層信念ネットワークってやつですね。これは積層オートエンコーダーと対応なす確率モデルに属するモデルなんでしたね。これは前回ちょっと確率モデル、確定的モデルについては少し話した気がします。で、RNN はリカレントですね。リカレントニューラルネットワークなので違うということですね。はい。次いきます。で、アはディープラーニングにおける重要な課題の一つであり、学習済みのディープニューラルネットワークを欺くように人工的に作られたサンプルであります。サンプルに対して微小な接動、ノイズみたいなものを加えることで、作為的にモデルの誤認識を引き起こすことができる。これちょっと知ってる人なら、パンダがテナガザルっていう、もうこれがもう無限に話題に上がるんですけど、
まあ、そのパンダにちょっとしたノイズを加えることで、これをテナガザルだっていうふうにモデルが言っちゃったよみたいなやつって、なんか、割とその、なんていうんですか、そのキャッチーなニュースとしてね、例えば今後人工知能じゃない、なんですか、自動運転みたいなのが出てきたときに、その信号とか標識とか、まあ人とか歩いてる人とかをちゃんと区別できないじゃないか、こんな簡単なノイズで騙されちゃうなんてみたいな、まあそういう、なんかハッキングが起きたらどうすんだみたいなことが、まあ議論になったりはしていましたよね。していました。まあそういうのがあるので、ちょっとチェックしてみるといいかもしれないですね。で、これはまあ、アドバーサリアルエグザンプルですね。他は多分外しに来てるやつなので、これは語句を知っているかの問題だと思います。まあ、敵対的なってやつですね。敵対的なエグザンプル。まあ、名前はその論文書いたりとかつけれちゃうから、まあ、その人のセンスなんでしょうか。ちなみに、アンタゴニスティックって拮抗したみたいな意味らしいですね。知りませんでした。はい。次、教科学習の話です。教科学習では行動を学習するなんちゃらと、なんちゃらが行動を加える対象であるなんちゃらを考えるっていうことですね。まあ、教科学習中身むずいよって話しましたけど、まあ、めちゃくちゃベーシックなところはこういうふうに出たりします。その、まあ、要素が、まあ、2つ大きく分けてあるよねって話ですね。なんて言うんでしょうね。行動するやつ実際に。まあ、この中で言うと、プレイヤーとかエージェントがっぽい感じがしますよね。行動するから。で、教科学習でこれエージェントと呼びます。プレイヤーではないですね。まあ、行動するのはこいつらではないので、それを外していいでしょう。上2つ。で、それが行動を加える対象なのが、まあ、国語的に考えてもこれは環境ですよね。その、動く、なんか行動するやつがいて、それが行動を加える対象なので、まあ、なんて言うんでしょうね。ちょっと、そらそうやろっていう風になっちゃって申し訳ないですけどね。エンバイロメントです。環境が正解ですね。はい、次。で、環境はエージェントに状態となんちゃらを返します。まあ、環境は状態っていう値を持っていて、まあ、環境がどんどんそのエージェントの行動によって変わっていきます。で、ある行動に対して、その次の状態と、その何かを返すわけ、うを返すわけですけど、これは、まあ、報酬って言いますね。これも語句の問題です。この業界だとそう言いますよっていう、その話なんで。まあ、利息はなんかちょっとおかしいっぽいですけど、得点ってなんか正しそうなので、まあ、てか、あれですよね。5日前の皆さんにはこれは科学習かもしれないですね。どんどん行きましょう。はい。教科学習において、行動価値関数の関数近似に畳み込みニューラルネットを用いた手法が、これはまあさっきちょっと出てきましたけど、DQN ですね。ディープキューネルネットワークと言います。はい。まあ、ちょっと僕もあんま詳しくないっていうのもあるので、あんまりちょっと中身は、こうの、まあ、今後の動画でって感じですかね。はい。で、これが、まあ、ちょっとさっき出てきた DBM ですね。これ DBM は、さっき DBN っていうのが出てきましたよね。ディープブリーフネットワークとはまた別なんですね。で、RBM っていうのもあるじゃないですか。そのディープブリーフネットワークの構成要素であるリストリクテッドボルツマンマシンっていうのがありますよね。制限付きボルツマンマシンってやつです。で、これはディープボルツマンマシンって言って、またそれも別のやつなんで、これは覚えておくといいかもしれないです。これは DBN のより発展系ならしいですね。詳しくは僕も知らないですけど。DNN はディープニューラルネットワークですね。一般的にディープラーニングと呼ばれているものの総称と言えるかもしれないです。これはさっきも出てきたデノイジングオートエンコーダーですね。はい、じゃあ次いきます。科学習とはどのような状態のことか。まあ、これもなんかすごい出てきているような気がするんですけど、まあ、要はその胃の中の蛙になっちゃって、その手元のサンプルだと無限に俺100点だぜって言い切り倒してるけど、いざ社会に出たら全然通用しませんでしたってやつですね。なので、まあ そのまま言うとこれですね。特定の訓練サンプルに対して特化して学習することってあり、まあ、してしまうことで、あんまりこれはいいこととは言えない状態ですね。で、
他の、まあ、1、4とかは似ていますよね。この重みとかバイアスっていうのは基本的に更新されていく動くパラメータなので、それが0になるっていうのは、まあ、1と4は同じような意味を持つっていうふうに考えて OK だと思います。で、重みの状態が0になると、まあ、実はあんまり良くないんですよね。その、0になることによって、まあでも0になっても実は勾配は定義されるから、ちゃんとその更新はまたされるっていうふうに僕は認識してるんですけど、なんか、なんだろう、僕が一回その学習モデル作った時に、その、大体重みっていうのは、乱数、ランダムで初期化するのに対して、バイアスは0で初期化するっていうのは、まあ、これ、なんか、経験則、基本なんですけど、それがなぜかっていうと、微分の値がちゃんと出ないから、0は何かけても0だからね、みたいな、なんか、教えてもらった気がするんですけど、なんか僕ちょっと納得いってなくて、そういえばこれなんでなんだっけっていうのを調べようとしていて、調べてないです。なので、まあ、僕は別にいいんじゃないのと思いつつ、実際まあうまくいかないので、それがダメな理由があったりするんでしょうか。まあひとまずここでは、科学習とは何かなので、それは違うっていうことですね。2番。活性化関数が機能しなくなることっていうのが、まあなんかどういうことなのかっていう感じなんですけど、まあ活性化関数って何の目的であるかっていうと、まあ非線形関数であることが重要なんですね。その、これは確か第1回目の動画で言ったんですけど、まあ層が深くなればなるほど良いよね。複雑な関数を禁じできて、なんか精度が上がるよねって話なんですけど、まあこの活性化関数が線形関数と呼ばれるやつだと、その重ねたところでそれがこう全部一緒になるっていうか、何て言うんですか、その結局線形結合、層と層を線形結合して一つの層であることと同じになっちゃうんですよ。だからそこで間に非線形関数、活性化関数で入れるということをすることで、まあ、ちゃんとディープであることが、その、まあ、意味があるというか、担保しているっていうことになりますね。で、それがまあ、機能しなくなることなので、うん、これは、その活性化関数いろんな役割あるじゃないですか。その、バックプロパゲーションの一つのステップだったりもするし、その、まあその実際に、まあ、何ですか、純電波の方、普通にだから何か予測するときにも通るとこなので、まあ機能しなくなるというと、どこがじゃあダメなのって話になったりするので、ちょっとこれは難しいかな。難しいというか、その、じゃあ科学習と関係あるかっていうと、それはじゃあ関係ないですよね、多分ね。科学習はなんか現象な気がするので、活性化関数が機能しなくなることっていうのは、まあ関係はないように思います。まとめると活性化関数はいろんな機能があるので、どのことかわからんし、関係してるかと言われたらそれは薄いかもしれないので、2は違うっていうことですね。てか3が明らかにそうなので、浦さんを選んでください。次いきます。70番。内部共変量シフトについては、これは多分第1回で説明しているんですけど、まあ、層を伝播していくうちに、そのデータの分布がどんどん偏ってしまうって書いてあるんで、ここに書いてありますね。分布がその学習途中で大きく変わってしまう問題です。まあ、これはちょっと先に答えをじゃあ言います。で、これをあれですよね、その、こういう問題があるからそれを解決するために編み出された手法っていうのが、バッチノーマライゼーション、バッチ正規化ですっていう、まあ、説明をしていたと思うんですね。まあ、それをセットで覚えておくといいかもしれません。ただ、なんか実はそれも、意味はなかったみたいな、なんか、報告がされたりとかあるので、ちょっと、なんかその、アカデミア業界というか、リサーチの業界ってなかなか、なんか知らぬ道だなって思ったりしますね。なんか、大体、これは問題なので、これを解決するために、この手法を編み出したよっていう、まあ、そういう論文、そういう、なんか文脈がほとんどじゃないですか、論文って。まあ、それに対して、その、なんていうんですか、あの、反論の論文が出たりっていうのが結構無限にあるので、もう戦ですよね。はい。まあ、バチノーマライゼーションはそもそもそいつ自体がとてもパワフルな生息化手法になりますので、それはそれで、まあ、科学習の育成だったりとか、まあ、精度がそもそも上げていきたいとか、そういう部分でしっかり活躍しています。じゃあ、次の問題です。
確率的購買法はディープラーニングにおいて最もよく知られる最適化アルゴリズムであり、あ、そうですね、購買法ってやつですね。だから坂を下るやつです。で、いくつかの改善を加えたものが広く使われております。まあ、例えば、以前に適用した購買の方向を現在のパラメータ更新にも適用させる。購買の方向、だ以前に使った購買の方向を現在のパラメータ更新にも適用させるっていうことなんですけど、まあ、購買でもいいですけど、イメージしたければ速度かな？速度でいいと思います。まあ、勾配が急だとその分早いじゃないですか。転がるというか、その、まあ、B玉っていうとちょっと答えっぽいですけど、その、以前の速度を現在の速度とも影響させる。影響させるっていうのはふわっとしてますけど、これは実際には移動平均っていう方法を使って、結構早く下ってたら、逆方向の次が一歩だとしても、ちょっと、つんのめってしまうみたいなことですね。なのでこれはモメンタムですね。自分の感性みたいなものを更新式に反映させるということです。はい。で、勾配を2乗した値を蓄積し、すでに大きく更新されたパラメータほど更新量を小さくするってやつ。これも前回の動画でそのイメージはお伝えしたと思うんですけど、まあ、具体的にはこれですね。勾配の2乗をどんどん蓄積していって、で、それのまあ逆数的なものをかけるってイメージです。実際には逆数のルートなんですけどね。2乗で貯めていって、その反映させるときはルート分の1なので、まあ、ルート、なんか1回目の2乗、2回目の2乗を足す、3回目の2乗を足す、4回目の2乗を足すみたいなのが蓄積されているというイメージです。蓄積というか、掛け算されるってイメージですね。分の1が。なんかね、ごちゃごちゃしましたね。すいません。で、これが、次行ってなかった。これか。こっちですね。で、これが、その、アタグラッドでしたね。さっきめっちゃ右に進んだから、右にはちょっとだけにしようっていうのが、実際にパラメータの更新量を蓄積することで実現、まあ、アルゴリズムレベルでは実現していますよっていう話です。なんかルートなんちゃらの下り、大丈夫ですかね。ちょっとごちゃごちゃした自覚はありますが。はい、次です。で、意における一度更新量が飽和した重みはもう更新されないという欠点。まあ、欠点があるよっていう話も確かしたと思うんですけど、指数移動平均を蓄積することにより解決したなんちゃらなどがあります。まあ、この指数移動平均って、まずざっくり、モメンタムの移動平均と似たようなもんではあるんですけど、まあ、これは、なんか、指数移動平均を蓄積するっていう言葉がちょっと、なんか、意地悪ですけど、これ要は、最近のやつほどちゃんと反映させるよってことですね。なんか株価とかの値動きとかにも指数移動平均って使うと思うんですけど、それって昔のやつはあんまり反映されなくて、最近のやつが反映されるっていう移動平均でしたね。で、それをその使っているってやつです。まあ、一度更新量が飽和した場合、もう更新されないっていうのがあるけど、まあ古いやつほどどんどんリリースされていって、まあさらに新しく、その、学習する余地ができるみたいな、そういうイメージでしょうか。それをまあ指数移動平均の蓄積によって実現しています。で、それが RMS プロップというやつですね。これも結構人気なやつですね。なんかアダムがデファクトスタンダードだみたいな話はしましたが、RMS プロップもいろいろ使われています。というか、アダムで基本はやるんですけど、うまくいかなかったら普通に RMS プロップでやってみたら、もうちょい良くなったみたいなことって普通にあります。ありますので。なので選択肢として持っておくといいと思います。アタグラッドは使ったことないですね。モメンタムとかも。まあ案外、しかもあれなんですよね。SGD っていう、確率的購買効果法はなんかめっちゃシンプルだから、なんか効率が悪いよみたいな言い方をさっきもされてましたけど、実は案外良いんですよね。これか。最も、よく知られたアルゴリズムだけど、なんか改善されたよってあるんで、なんか悪いっぽく書かれてるんですけど、案外その SGD オプティマイザーって結構使えます。
だからその3つぐらいがもしかしたら使うやつなのかもですね。実際は現場見てみないとわかんないですけど。じゃあ次の問題です。今回のフレームワークの問題ですね。ディープラーニングの技術を利用したシステムを開発する際、複雑な処理が比較的簡潔に記述できることから、既存のフレームワークを利用することも多いです。ディープラーニングのフレームワークは複数あり、Google 社提供のなんちゃらやですね。まあ、この中で Google のものを選べばいいんですけど、実は TensorFlow と Keras。Keras はどうなんでしょうね。Keras は Google の人が作ってると思うんですけど、多分 Google 社提供ってあったら TensorFlow でしょうか。さらに後ろにヒントありますね。なんちゃらのラッパーとして機能するなんちゃらってあるんで、まあ、それは TensorFlow と Keras のセットで良いかと思います。なので、あが Google 社が提供する TensorFlow で、そのラッパーとして機能するのは Keras です。ラッパーってわかりますかね。ラップはサランラップの方のラップで。まあ、抽象化するって言ったらあれですけど、TensorFlow がむずくて、Keras が簡単ですっていうイメージですね。で、後ろでは TensorFlow がめちゃくちゃすごい複雑なアルゴリズムとか、なんか重実装のなんかをバーって動かしてるんですけど、で、ケラスではコマンド1個で呼び出せますよみたいな、そういう関係がまあラッパーだと思ったらいいかと思います。僕も結構ケラスが好きで、ブログとかでもケラスで上げたやつを、作ったやつを上げたりしています。はい。そんなわけです。で、国内企業であるプリファードネットワークス、PFN ですね。でが開発したのは、まあ、これはおなじみチェイナーですね。ただ悲しいことに去年2019年の何月ぐらいでしたっけ？冬ぐらいに、なんかアップデート中止のなんかリリースがされてしまいましたね。で、まあ、チェイナーと PyTorch って似てるんですけどって話をしようと思ったんですけど、これ、A は U と同じ Defined by LAN 方式を採用ってあるので、まあ、先に答えちゃうと、PyTorch ですね。誇張した、して。はい、同じ方式を採用しています。チェイナーは、なんか、チュートリアルがめちゃくちゃ充実していて、なんか実際、Python とかで実装する、しようってなるんだったら、まずはここで、まあ、統計とかそういうレベルの機械学習の初歩的なとこから、なんか、チュートリアル載ってたりするので、まあ、参照してみるといいと思います。これからは PyTorch を使っていくみたいですね。チェイナーの、プリファード、PFN さんを、です。はい。では次。ニューラルネットワークの学習には独自の問題が生じます。ニューラルネットワークならではの問題ということですね。層を深くすればするほど入力層に近い層で学習が行われにくくなるのは、これも800万回ぐらい出てますけど、これは勾配消失問題ですね。はい、パラメータが、これは次の問題か。勾配消失問題は、これはまあ説明不要でしょう。トロッコ問題は、これは、あれですか、政治哲学のサンデルさんのトロッコ問題だとしたら、あれですよ 違うやろってことですよね。あんまその機械学習、ディープラーニング界隈でトロッコ問題っていうのはないと思いますね。で、同様にスケジューリング問題ってのはなんか、わかんないです。あるかもしれないけど、僕は知りませんでした。あるかな。NP 困難とかそういう、スケジューリングにはめっちゃこう計算コストかかるよとかそういうんですかね。違ったらごめんなさい。深層忘却問題っていうのはなんか名前からなんかつけたやつっぽいな。ただ僕はこれはやっぱり知らないのでないと思います。なんか適当な解説で申し訳ないです。はい、じゃあ次の問題です。で、あがそれで、パラメータが作る空間が高次元になり、その空間内の局所最適解やなんちゃらにトラップされることが多くなります。まあ、その局所最適解っていうのが、まあ、これも3回目ぐらいだと思うんですけど、ほんまは一番下じゃないけど、一時的に微分の値が0だったり、くぼんでたりして、そこが最、なんか一番いい。最適な値だと思ってそこで学習終わりってなっちゃうのが局所最適解。まあ悪い意味で使われるやつですね。で、何々や何々にトラップされる。まあトラップってのは落ちるみたいな意味でこれは多分使ってるんですけど。
ていうふうに考えると、これはまあだから局所的に微分がゼロっていう部分が、まあ、こいつら並列の関係ですね。局所最適解と E。なので、ぽいやつを選べばよいんですが、この中だとそれが、なんだろうな。変極でも微分ゼロだが微妙だな。微妙ですけど、まあ、この機械学習とかが、ディープラーニング界隈で使われる言葉として暗転っていうのがありますね。で、その暗転っていうのは、まあ、ある軸から見ると微分の値は存在してるけど、この軸においてはゼロではないみたいなやつですね。だからそこで、それによって止まっちゃうっていうやつです。だからトラップされるとは陥る、止まっちゃうっていうことなので、まあ、微分の値がゼロかつ、機械学習で使われるやつを選んでください。変極点はなんか、そうですね。関数の向きが変わるやつですね。中点は間の点。得意点は、あれですか、シンギュラリティってやつですかね。まあ、なんか意味を持つやつ。適当ですけど。はい。オートエンコーダーは出力が入力と同じものに近づくことを目指して学習するなんちゃらのアルゴリズム。これも500回ぐらい出てるんですかね。これは教師なし学習ですね。まあ、初めてこれが出たとして、問題知らなかったとしても、出力が入力と同じものに近づくことを目指すって書いてあるので、なんか教師データ的なものはいらないのだろうなっていうのも想像つくでしょう。他もなんか説明したことある気がします。ので、終わり。で、これですね。オートエンコーダーは教師なし学習のアルゴリズムであり、なんちゃらが可能になります。これもいっぱい言ったと思いますね。これ、次元削減でしたね。まあ、人工知能は人間を超えるかの、お天気伝達ゲームの下りでちょっと説明したような気がします。次元削減、オートエンコーダー、第1回かなんかで説明しましたよね。画像を入れて1回キュッてボトルネックに入れて、それなのに無理やり元に戻すっていうのをやるので、まあ、余計なデータをこのキュッとしたところには残すことは無駄なので、できるだけ大事なところだけ抽出しようと学習していくわけですね。なので、そのキュッてなった部分にはその特徴がちゃんと入っていると言えますし、次元を削減しているとも言えるというわけですね。なので、その間のキュッてした部分を何かに使ったり、まあ、事前学習に使ったりとか、別のネットワークに放り込んだりとか、そういうことをやったりするわけですね。まあ、あと、ノイズ除去っていうのもそういう意味です。ノイズがあるものを渡したら、その特徴を分かってたら、そのノイズがない状態で返ってきますよっていうのが、オートエンコーダーでした。はい。ああ、ですね。だから、そのキュッとした部分が、入力の特徴を抽出した表現となっていますということなので、このキュッてしている部分は隠れそうという名前でしたね。なしってあるんかな？どれもちゃいますよってことなんですかね。まあ、あるかもですね。はい、重み更新に関わる単位としてのお話ですが、なんちゃらとなんちゃらがあります。まあ回数のことを表しているので、まあ、アが重みが更新された回数で、イは訓練データを何回繰り返し学習したか。まあ、両方だから回数ですよね。これは前回の動画で、ミニバッチ勾配効果法についてちょっと説明したと思うんですけど、これはまあどういうことかと言いますと、例えば5万枚の猫の画像を持っていたとして、5万枚を1枚ずつモデルに入れて学習っていうのはやらないんでしたね。まあ、それをオンライン学習だったり、何でしたっけ、確率的勾配効果法ですか。まあ、それも確率的勾配効果法っていうと、案外ミニバッチ勾配効果法として伝わることも多いんで、ちょっと微妙なところですね。オンライン学習の方がいいかもしれないですね。で、1枚ずつやるわけではなく、まあ、例えば100枚とか200枚、128枚、256枚みたいな単位でデータを一気に猫ちゃんを256枚バーって一気に渡すっていうのをやるんでした。で、それをやるとしたら、例えば5万枚あって256枚ずつやるんだったら、どうですかって話ですよね。その 5万回も回らないじゃないですか、その場合って。256だと計算むずいので、100枚にしますか。
で、100枚ずつ学習します、5万枚ありますだったら何が起きるかっていうと、100枚渡すを500回やるってことになりますよね。100枚渡すを500回やるで、やることで1回全部のデータを学習させたことになりますよね。で、それぞれがその500回がイテレーションです。重みが更新された回数だから、500回渡すがこれ500イテレーションですね。で、その訓練データを何回繰り返し学習したか、つまり、100枚の猫ちゃんを500回モデルに渡しました。で、49,500、500、じゃあ5万ってなって500回目が終わるじゃないですか。それが1エポックって言いますね。これで1データ全部をやりましたっていうことになります。で、実はその機械学習だったりディープラーニングっていうのは1回のエポックで終わんないんですよ。その5万枚あるからといって5万枚全部渡し、1回渡し切ったら終わりっていうことをせずに、まあ何回もやるわけですね。同じように、だからもう1回シャッフルして順番を変えたりとかして、で、何度も何度も繰り返しやります。まあ、エポックが多ければ多いほどいいというわけでもなくて、まあ、これ科学史の危険性もありますので、いろんな論文でも、なんかエポック数が数百とか数万、数千とかもあったりするけど、逆に数回で終わってるような学習もあったりするので、それはそのデータ数と、まあ、これ、あれだな、もう一個あるんだな。すいません。その、今100枚ずつ渡すって言いましたけど、そのサンプル数のこと、をバッチサイズって言いますね。これはまあ、そのミニバッチ購買効果法って言ってたや、その下りのやつです。はい。で、この場合、バッチサイズは100ということになりますね。で、その100、そのバッチサイズがどれだけなのかっていうのと、データが全部でいくつあるのかっていうのと、で、いろいろまあ、そのイテレーション数とかエポック数って変わってくるじゃないですか。なので、それはどれが一番いいかっていうのも、これも、やはり人間が考えなきゃいけない。一つのハイパーパラメーターチューニングというやつになりますね。だからめちゃくちゃちっちゃいバッチサイズをめっちゃたくさんやるっていうのをやってみたりとか、めちゃくちゃ大きなバッチサイズですぐ、まあ、イテレーション数がその分少なくなってエポック数をバーって増やしてみますみたいな、なんか結局同じやんって思うかもしれないですけど、実はそれで学習の進み方が変わってきたりするので、まあ、これをいろいろ試すっていうのがその AI エンジニアだったりデータサイエンティストがやっていることだったりします。はい、行きましょう。急に選択肢が増えましたが。あに最もよく当てはまる選択肢を選べ。活性化関数とは、ニューロンの出力に何らかの非線形な、さっき言った話ですね。はい、非線形な変数を加える関数である。これ、なんか、ちゃんと把握しておいてくださいね。なぜ非線形じゃないとダメかっていうのはさっき説明した通りで、まあそれは分かってるとここで急に非線形ってなんじゃいきなりっていうこともないでしょう。で、単純パーセプトロンの出力層ではなんちゃらが用いられます。単純パーセプトロンっていうのはめちゃめちゃシンプルな、まあそのニューラルネットワークの一種なんですけど、これしかもその AI とか、まあ AI とかあったのかな、そのコンピュータサイエンスがその発達するずっと前にあった、これはアルゴリズムですね。脳の、ニューロンを模してなんかできるんじゃないのっていうのを、1950年代ぐらいにローゼンブラッドさんって人が、発表、論文した、論文で発表した内容ですね。で、これは出力層では何々が用いられってありますけど、まあ、これはあれなんですね。0より大きければ1。それ以下なら0、0より小さければ0っていうのが、その、まあ、if 文で書かれるみたいなことが、まあ、GK の教科書にはないかな、ないですかね。なんか、単純パーセプトロンを実装しましょうって、多分、機械学習かな、ディープな AI をじゃあ実装してみようの1ページ目とかに多分出てくるんですけど、それは多分、確か0で場合分けしていたような気がします。なので、それを、その、活性化関数として捉えたときですね。まあ、0以上が1で、0以下が、まあ、0をどっちに含むかっていうのはあれなんですけど、まあ、0以上、0未満かな。0以上が1で、0未満が0ってやつは、これはステップ関数というやつでしたね。はい、ステップ関数です。まあ、なんて言うんでしょうね。なんか、イメージできますか？その、
最終的に出力層に来ました。1.2という値が来たときに、さっきの if 文だと、この出てきた値が0以上なら1を返します。それ以外なら0を返しますってやつですね。なので、1.2の場合は1が出てくるっていう、そういうことになりますね。はい。これしばらく同じ選択肢なので、まあ、ひとまず問題をやろうと思います。ニューラルネットワークの中間層では、はじめなんちゃらなどの関数が好まれた。好まれたっていう割と主観的なやつなので、しかもはじめっていうのも何と比べてはじめなんみたいなもんで、これが問題として出されたら冷えるところではあるんですけど、まあ、正規化の機能っていうのが最大のポイントになりますよね。正規化っていうのは、まあそのデータの前処理でも出てきましたけど、最大値とか絶対値の最大値で割ることで、まあ値が0から1だったりとか、マイナス1から1に収まりますよねっていう、そういう処理でした。なので、これ、この中ではシグモイド関数が良いでしょう。シグモイド関数って、まあ、ここまでで出てきたような気もしますが、どんなスカラーの値を入れても、必ずマイナス1から1に、じゃないですね、0から1の値になってくれるんですね。なので、その、値として、その、正規化されている。さらに言えば、その確率として解釈できるわけですよ。0から1まで。例えば100億万とかを入れても、なんかすごい99.999、あ、0.99999とかの値になってくれるので、まあそうやって100億万みたいなでかい値だと、そのめちゃくちゃ100%に近い値になってくれるっていう。逆にその0っていう値が入ると、1になりますね。あ、1じゃないです。すいません。2分の1になりますね。だから自信なくて値が0だったりすると、2分の1という値になって、半々やなっていうのを、まあ、50%ですよね、2分の1っていうのは、になるっていうことです。はい。そういうことですね。で、現在では、その、シグモイド関数は誤差逆電波で勾配が消失しやすいという問題があるっていう、これ多分第1回の動画で話したんですけど、まあ、誤差逆電波法の計算式の中に、その、前のレイヤーに渡す前に、その、活性化関数の微分を通すっていうくだりがあるんですけど、シグモイド関数って微分すると、いや、あれなんですね。その、最大値が4分の1ぐらいになっちゃうんでしたっけね。最大値が4分の1なので、どんなにでかい値が入っても、逆にでかい値だと0に近づくっていう、みたいな、そういうグラフの形だった気がしますけど、まあ、めっちゃ持っても4分の1、4分の1ってなって、2回行くと16分の1とかで、まあ、指数関数的に減衰しちゃうよって話で、まあ、勾配はほぼなくなっちゃうよねっていう問題がありました。なので、中間層では、勾配消失問題の抑制を、影響を抑えられ、かつ簡単ななんちゃらなどが用いられています。これが、まあ、これは、レルですね。まあ、簡単っていうのもヒント、まあ、これもデファクトスタンダードになって久しいので、これはノータイムで選んでいただきたいところです。まあ、レルっていうのは、こういう9時5分ぐらいの関数ですよね。0までは、与えられ、あの、レル関数っていう、まあ、関数なので、まあ、入力があるわけですけど、入力が、まあ、負の場合、0まで、0より小さい場合は、もう全部0になります。で、0より大きい、0以上の時は、まあ、どっちでもいいか。0以上の時は、同じ値が出てくる。だから、x 入れたら x が返ってくるってやつですね。だから、1次関数、y イコール x みたいなやつの、負の部分が全部0になったやつです。だから3時5分ぐらい。3時じゃない、9時か。9時7分ぐらい。まあそういうやつになっています。で、それがなぜ簡単かっていうと、まあその、1行で書けるっていうのもあるんですけど、まあその、関数みたいな、なんか不動小数点的なものを処理せず、そのまま、なんですか、0より小さかったら0に全部しちゃうし、あとは全部、同じものを返すっていうだけなので、しかもこれ線形関数じゃなくて非線形っていう、なんか その嬉しさもあるので、すごく実装が簡単なのに、
勾配消失問題の影響を抑えることができている。なんか、なんでそんなええことを起きたみたいな話ですね。ビューティフルフリーランチですね、まさに。で、まあ実際多分脳細胞のその活性化関数って、まあ、非線形性がどうちゃらって言ってますけど、要は、なんか、あるニューロンから次のニューロンにデータを送るかどうかで、その、細胞レベルではなんか発火っていうのが起きてて、電気がバって、なんか電気ビリビリってなるんですよね。で、それをするかどうかっていうのを決めるのが、まあ、活性化関数っていう、まあ、認識なんですけど、それが多分、本当にこういう3時じゃない、9時7分ぐらいの形をしているのでは、みたいな話を、なんか聞いたことがありますね。なので、もしかしたら偶然それを見つけることができたのかもしれないです。実験的にそれを、なんか、モデリングしたのかもしれないですけど、そこはよく知りません。で、出力層では、出力の相場が1になるため、確率的な解釈が可能である。まあ、これさっきちょっと出てきた、その、シグモイド関数も確率的な解釈が可能ではあるんですが、まあ、なんでしょうね。この出力の総和ってあるので、まあ、複数のその出力があるものっていう、まあ、ヒントと、まあ、あんまりちょっとあれだ、シグモイドでもええやんとは思うんですけど、まあ、これ同じ問題でシグモイド選んでるし、みたいな、そういう考えでもいいかもしれないですけども、これはソフトマックス関数です。これはシグモイド関数が複数あった場合のバージョンみたいなやつで、これも結構簡単な格好をしてるんですけど、まあ、ソフトマックス関数で、あらゆるその数対応できるんですね。例えば100個の、100種類の動物を見分けるモデルだとしたら、ソフトマックスの100個バージョンを使うっていうやつです。すると、ある写真を入れたときに、バチバチにちゃんと、トレーニングされたモデルだったら、まあ、それが猫だって答えるのが、まあ、80%、犬、10%みたいな感じで100個分の確率を全部教えてくれるってやつですね。で、その確率を全部足すと1になりますっていう。まあ、それがソフトマックス関数で。で、シグモイド関数っていうのは0から1だったので、まあ、これはどっちかが何かである確率な、例えばこのメールがスパムである確率は何パーセントですかみたいな、そういうのがシグモイド。ソフトマックスはこれの確率はなんちゃら、これの確率はなんちゃら、足したら1。まあ、両方確率ですけど、なんか使い方、いろんな使い方ができそうではないですか。だからソフトマックス、2つバージョンのソフトマックスとシグモイド関数って微妙に違うんですよね。で、シグモイド関数を猫である、ね、例えば猫と犬の分類をするやつ。ね、猫と犬をその当てる。モデルを作ったとして、それにシグモイド関数を出力層で使うとしたら、その場合はちなみにどっちも使えるんですよ。どっちも使えるけど、シグモイド関数が意味するのは、どっちかなんですよね。犬が、その写真が犬である確率です。もしくは、その写真が猫である確率。で、ソフトマックスに入れた場合は、犬が何パーセント、猫が何パーセントっていうのが出てくれるっていう、まあそういうちょっとした違いがありますので。まあ聞かれることはないかもしれないですけど、ああ、でもあるかもしれないですね。なんか、G 検定ってたまによくわからんオタクな問題出したりしますから、もしかしたら知っといたらよかったってなるかもしれないですね。まあ他のもさっと見ると、この辺を全部使って、これか。多項式規定関数っていうのは、まあ規定関数っていう言葉はちょっとむずいかもですけど、これはまあ線形回帰とかを使うときに、線形回帰とかって、まあ、機械学習の文脈でもありますけど、まあ、統計とか、マーケとかの話でもよく出てくる話ですよね。まあ、このデータの分布はどういう直線だったり曲線に近似することができるかって、その直線だったり曲線を、この場合だと多項式規定関数を使おうっていう。まあ、これ多項式規定関数以外にも何なんだっけな、ガウス規定とか、まあ、動径規定とかいろいろあるんですけど、その多項式規定ってなると、例えば1たす、まあ、A たす BX たす CX2 乗たすっていう、まあ、これ多項式ですよね。多項式で、その曲線を考えてみましょうっていうのが多項式規定関数ですね。で、これは線形回帰とかをするときに、どういう関数でやるっていう、その最初の話題のことですね。
ドロップアウトはこれはもういっぱい出てるのでもう言いません。はい。すいません。結局、あ、でも結構進みましたね。前回より進んだと思うので、今日はこの辺にしたいと思います。あと1回ぐらいできたらやりたいと思いますが、何か質問とかあったら気軽にコメントだったり、ツイッターだったりなどで聞いていただいて結構ですので、あとちょっとですが勉強頑張っていきましょう。それではありがとうございました。